ここにもあるよ。あ、これか。あ、違う、これ。あ、なんと、そんでうんちってしてないんだっけ？してない。今日なしだね。なしですね。おしっこはしましたね。置いてあるやつは食べない。ここあと7時ぐらいあるような気がしますね。元気。そうですか。なんかうるさいですね。まあ、あの見えたからっていうのもあるんだけどね、帰りたいっていう。まあ、それと散歩行ってもさ、なんか割と私にはきっと来ないんだけど、歩き出すとね、割と嬉しそうに歩いてましたね。そうです、よかった。はい、じゃあこちらね。はい、で、だから65とまた夜っていう夕方10だから、はい、食べてくれれば食べてくれたら、うん、食べてもらえるというね。昨日いっぱい出たからかもしれないですね。うん、であと緩いのがちょっと止まって、今ね流動食の中にね、そう、結構強力なゲルドミ入れてるんですよ。あ、そう。そう、それもあるかもしれない。それもちょっと効いてきたかもしれません。わかりません、まだしてないよね。フローの足みたいで。そっか。あ、でも今そこまで。でも時間帯によってすっごい出してる時ありましたね。滝みたいな時。そう。さっきすっごい出してたからさ。なんかそのたくさんダックシャーに囲まれる時もこの滴るぐらい出るんですね。つららみたいになって。本当に。慣れて安いのかな。いや、登らんでいて。あ、それと今日血液取りましたね。あ、はい、だからまたちょっと CRP どうなってるか。はい、もう血液だけです、取ってるのは。今週はそれだけ。なんか全然関係ないんですけど、ゆうともが YouTube のストーリーズにエビが出てたって言ってたから、YouTube のストーリーズになんかエビが出てたって言って治療を急に出たらしい。え、ストーリーズって何ですか？多分あの私もストーリーズって言われた時に何だろうと思ったんですけど、 YouTube 立ち上げた時になんかおすすめの動画みたいなんで、ストーリーって短い動画ってやつ、あ、多分そういうおすすめって多分出てきたんだと思います。レビが出てきた中にそういうのもあるんですね。これどういうあれで、でも多分その人の見るものによって YouTube が勝手に選んでかもしれないですね。ですよね。そういう機能もあるんですね。初めて知りました。これがあるのは知ってたけど、そうか、ストーリーズっていうのが、ストーリーと短い動画ってやつですね。うんうんうん、なるほど。多分あのここでアップしていただいていることは知らなかったみたいなんですけど、ストーリーズに出てきちゃって。あ、そうなんだ。びっくりした。私もびっくりした。あ、そういうのあるんだ。私もやってながらあんまり詳しくはないんで、なんかもうどんどんいろんな内容変わっていくんで、仕組みというか、ついていけないです。あ、 YouTube がね、 YouTube が最初ストーリーズなかったと思うんですね。あ、うん、昔の昔はそうなんですね。そう、最近はそうですかもしれませんね。最近ですよね、あれ出てきたと思います。みんな見てるよ、みんな頑張ってるとこ見てるよ。あ、でもちょっと結構買っちゃったけどね、これ。あ、これ、あ、そう、私は気にしないし、もう生えるもんなんで。大丈夫ですから、すみません。気にされる方もいるけど、ね、全く気にしないです。で、首もちょっとだけ刈りました。あ、はい。はい、首、やっぱり、あの、した方がよく見る。いや、採血のために。あ、採血ですね。はい、でも、今度さ、詰まったらやっぱ前足で入れたいんだよね。あ、どうそうですね。そう、前足が入らんかったら、首か、反対側の後ろ足か。首だとね、いいんですけどね、長持ちします、首は。首をされる方が、あの、いることも聞いたことはあるんですね。うん、でも、あの、やっぱりできるんであれば、足でされる方が多いと。そう、だから私もそう、できれば足でしたい。だけど、ラックス、足がさ、いや、例えばトイプードルだと長いからさ、ちっちゃくても。長いですね。ここで、ね、下の方でやって、上の方でやって、こういうふうにしていける。この子たちも1個やったらもうおしまいだもん。そうするとあとこのこういうとこなんだよね。あー、難しいな。そう、だからそれで勝ってて、だけどそこ入らんかったんですよ。ごめんなさい。あ、難しいね。まあでも、まあそれかちょっと一回試しで皮下点滴してみるかですけどね。ただ前一回皮下点滴したらさ、調子悪くなっちゃったからさ、なんかあの
馴染まなかったんでしたっけ。そう、九州がまだね、悪かったんですよ。うん、血の巡りが悪いからね。うん、でこの色がさ、ちょっとね、まあ今は、だから、ね、いや、見してよ。今でも、あ、すごいいいね、今。うん、いい色ですね。今までで一番いい、うん、いい色になってきてます。うん、で、まあその色をよく見といてもらって、寝る前にまた見て、朝見てみてください。わかりました。じゃあお家でちょっとでも、ね、水分取ってもらってで、ちょっとでも食べてくれればね、なんとか維持できるかなと思うんだけど。文句言いながら食べるんだよね。まあ薬はちょっともうちょっと食べれるようになるまではお家ではやらなくていいです。こちらでやります。家ではとにかく食べてもらうということをゆっくり休んで。もうちょっとほっとしました。その下痢してぐったりしてたらどうしようと思ったんですけども、うん、そういうんじゃなかったので、それはほっとしました。そうですね。いや、これも昨日がショックだったんでね、もう、さあ手術しようと思ったら、なんか匂いし、カシャカシャやってるからさ、ふっと見たら、フッチまみれになってて、あら、これはいかんわ、とかって。またタイミングが。タイミングがね、今っていう。そうなんですよ。まあそんなもんなんですけどね、大抵。すいません。はい、いえいえ。じゃあ、まあそういうことで、また観察中止を出しましたね。あ、いただいております。渡してますね。はい、大丈夫です。はい